はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いいたします。ですね、本日はですね、これなんですけど、このうちではこの給水器使ってるんですけどね。で、もし給水器が壊れてたら、樽の中にね、お水を入れてるんで、こっちでしのいでもらうって感じでやってるんですけど、まあ毎日家にいる方ならね、別にこんなことする必要ないんですけど、たまに僕はね、一日家を空けることがあるんでね、その時にですよ、給水器の水が出ないとなんかかわいそうだなと思ってずっと考えてたんですけどね。それでですね、今日ホームセンター行ってですね、ちょっといいものをね発見したんで、ちょっとご紹介というか、ちょっと使えるかどうかね検証してみたいと思います。それがですね、これ、ちょっと遠くしようかな。これはですね、小鳥です。小鳥用の自動給水器と、あと小粒のね餌を入れるやつみたいなんですけど、これ250円ぐらいで売ってたんでね、ちょっと使えるかどうかちょっと試しにやってみたいと思います。これお水でもね、餌でもいいみたいですから、早速ちょっとセットしてみたいと思います。はい、ひとまずね、餌からいってみますね。餌から、これ今小粒っていうか塩麦入れてみたんですけどね、これが自動で出てくるかですよね。もうちょっと浅くしておこうかな。はい、一応出てきましたね。こうやってこれもここに置いて、ハムちゃんが食べてますね。次から次へと出てくるかです。ごめんはい、ごめんね。おいで。この中じゃいっぱい入ってるんだよね。おいで。こっち。そっち。こっち。こぼれたら食べて。次から次へと出てくれるのかな。これこっち。塩麦では出てくれないのかな。なんか出ませんね。もうちょっと粉状のものとかの方がいいのかな。自動ではなんか出てきませんね、塩麦では。はい、とりあえずまあこれではこれで、次お水行ってみます。はい、お水入れてきましたね。今度お水ですね。これがこうなる。お、ちょうどこぼれないようになってますね。あ、これはいいかもしれませんね。
ちょっとセッティングしてみます。はい、ひとまずねセッティングしてみました。まだねお水なんでなかなか飲んでくれませんが、これはいいかもしれませんよ。もうここから溢れないようになってるんですけどね、これはおすすめですね。これと普通のこの給水器があればねもう安心ですね。これで飲まないか、お水はね。高さもちょうどいいですしね、これはいいですね。ちょうどね後ろにこのストッパーみたいについてますのでね、網のゲージにはいいですね。網のゲージ、まあ工夫すれば別に水槽タイプでも何でもつけれるかと思いましたんでね。値段が250円っていうのがいいですね、安くて。はい、といったわけで自動給水器のご紹介でしたね。これはいいと思います。この子たちは生後43日目になりましたね。もうかなり大きくなりましたのでね。順調に育ってくれております。はい、では本日の動画は以上になります。自動給水器を買ってみたという動画でした。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。